はいはい、ご注目。俺は皆様もご存知のピッツ、ピッツアルブリスです。今日はここマルポポジュコン街にやってきちゃいました。よろしく。それじゃ早速行くよ。俺の情熱のステップに酔いしれなよ。ちょっとみんなノリノリなのに、そんな無粋な真似はノーサンキューだよ。嫌だと言ったらどうします？へえ、上等。うるさい人はパパパーっと片付けちゃおっかな。
おやめなさい。それと、いや、実はすっごいビビってた。おかげで助かったよ。センキュー。さすがお姫様。はい、握手。おっと、失礼。一国のお姫様を相手に慣れ慣れしすぎだよね、俺。ごめんごめん、君にもマジ感謝してるって。はい、ハグそのうぶな反応かわいい。おっと、いっけね、俺そろそろ行かなきゃ。でもまた俺のダンスが見たくなったら呼んでよ。またみんなを虜にしてあげるからさ。じゃあね。いや、それはあの。
ひお師様、お妃様、お初にお目にかかります。俺はピッツ、ピッツ・アルブリシと申します。本日はお招きに預かり光栄至極でございます。こちらこそ大感謝です。お姫様、どこに出しても恥ずかしくない最高のショーをお見せしましょう。レディース&レディース、やってきちゃったぜ。俺インマルポポ樹上伝、覚悟はできてるかい？今夜は熱いビートで君たちを熱くとろかしてあげる。ほとばしるパッション。まあ、素敵。ヘイヘイヘイ、みんな手拍子よろしく。このリズムに乗らない手はないでしょう。さあさあ、お妃様、お手を拝借。無理にステップを踏む必要はないからね。そうそう、最初は俺に身を委ねて、ただリズムに乗ればいい。どういうことだの？お褒めに預かり強烈至極でございます。あれ、でもお妃様、今のダンスで少しお痩せになっちゃいました？いや、いくらなんでもゲッシーダンスにそんな力はありませんよ。
だけどやっぱ健康維持には適度な運動が大切ということなのかもしれないですね、きっと。でも一番大切なのは楽しいっていう感情じゃないでしょうかね。お妃様が踊ってくださったのもきっと姫様やロロちゃんたちが盛り上げてくれたからだと思うんですよ。おう、それとそれは大歓迎です。みんなで楽しく踊って踊って踊りまくりましょう。よかったですわ。の公演も随分とご盛況だったみたいだね。おっと、エストちゃん、わざわざこんなところまで。お疲れさん。どうもどうも。こっちに用事があったからね。そのついでにいろいろ様子を見に来たんだ。いい調子？もちろん。姫様からは直々に定期公演のお願いまでされるくらいだしさ、もうバッチリ。まああとは俺を目の敵にしてくるあの大臣さえ気をつければ王宮内は割と自由に動けるよ。おお、いいねいいね。こっちも近いうちに計画を実行するし、すっごく楽しいことになりそう。そうだね、俺もめっちゃワクワクしてる。
驚いた。なるほど。おい。そりゃないぜ。見ろ、大丈夫か？すまない。それでいいのか？
んだ。すまない。おっと。ところでだ。すまなかった。
なんだ。参ったな。呼んだ？
した。